はい、今ね、駅からつながる歩道橋を歩いてるんですが、お目の前にね、カラフルなレゴランドホテルが見えてきました。青波線金城ふ頭駅からレゴランドまでは約10分ほど歩きます。はい、入り口付近に着きましたので、これからチケット売り場に向かいます。さあ、レゴブロックでできたドラゴンのお出迎えを受けてチケット売り場に到着しました。障害割引で大人2人、はい、お父ちゃんお持ちでしょうか。はい、いただきますね。レゴランドとシーライフ情報をお配信いただけます。はい、ですね、今日は平日なのでシーライフっていう水族館回してレゴランド5,600円で、このねアシストパスっていうのがあると障害者の方は乗り物に並んだりするのがちょっと軽減されるらしいです。はい、こんな感じで、大人5600円で水族館とレゴランドに、入れます。それでは、レゴランドに行ってきます。早速ねレゴでできた車を見つけたので、ヒョウジロと乗ってみたいと思います。はい、アドベンチャーというエリアにやってきました。古代遺跡の世界のようです。レゴでできたスフィンクスの前を通っていきます。少しお腹が減ってきたので、休憩したいと思います。はい、ちょっとねお昼休みです。お店がね全然やってないんで、平日なせいかね、閉まってるので、ポテト買ってきました。ポテトもねなんかねレゴの形になってるんです。味は普通のポテトかな。はい、まあ、まあ、それなりに美味しいです。今映ってるチュロスもレゴブロックの形をしてます。こちらもとっても美味しかったです。さて、こちらはですね巨大なファラオです。 4-5メーターはあると思います。はい、次はですねミニランドにやってまいりました。これすべてレゴブロックでできてるんですよ。すごい迫力ですね。お、新幹線も走ってますね。どうやら渋谷のスクランブル交差点もあるようですね。この中に僕たちの家もきっとあるんだろうな。はい、今ですねオブザベーションタワーというアトラクションに乗っています。高さ60メートルまで上がってパークを一望することができました。とは言っても僕は見えてませんけどね。ヒョウジロウも一緒に空の散歩を楽しんでいます。さて、地上に戻ってきました。はい、こちらねパイレーツショアといって、海賊のエリアとなっているようです。水を使ったアトラクションがメインのようなので夏場に来るといいかもしれませんね。今日はね寒かったのでとりあえず足早に通り過ぎました。はい、次はレゴ忍者ゴーワールドへやってきました。ここで、ボルダリングを楽しんで次のエリアへ。お、また雰囲気がガラッと変わりましたね。
大きなお城の門が見えてきました。ここはですねナイトキングダムというエリアのようです。ここでひょうじろうとね、一息休憩を取りました。はい、次はですね併設されている水族館シーライフへ行ってきます。はい、シーライフの中に入りました。おー、ひょうじろうも興味津々といった感じで見てますね。次は、ひょうじろうと一緒に小さな水槽でできたトンネルをくぐってみました。おっと、ここは通路がガラス張りになっているので足元から魚が見えるようですね。階段を降りて大きな水槽のトンネルを通っていきます。おお、左右はもちろん上の方もね魚が泳いでますね。お、魚と一緒に大きな乙姫様かな。あ、なんか玉手箱持ってますね。はい、今日はですね一日ひょうじろうと一緒にレゴランドで遊んでみました。まあ、小さなね子供向けのテーマパークということでいろいろ子供目線で作ってあるのでひょうじろうの目線ではねちょうど楽しめたんじゃないかなと思います。それではまた次回もお楽しみに。アリベデルチ。